こんにちは、デリッシュキッチンです。鶏胸肉のはさみ焼きを作ります。まず鶏胸肉1枚を用意し、横に切り込みを入れ開きます。麺棒で叩き、塩コショウ少々で下味をつけます。片栗粉適量を振り、片面になじませましょう。スライスチーズ1枚、大葉が2枚、明太子を1本重ね、左側の鶏肉を折りたたみます。爪楊枝で留め、片栗粉適量を表面にまぶしましょう。こちらは全体になじませます。フライパンにサラダ油大さじ 1/2 を熱し、鶏肉を入れ、中火で焼き色をつけたら上下を返します。蓋をして8分から10分弱火で蒸し焼きにしましょう。火が通ったら蓋を外し、酒大さじ1、みりん大さじ1、砂糖小さじ1、醤油大さじ2をかけ、全体に絡めましょう。火から下ろして食べやすい大きさに切れば完成です。以上、デリッシュキッチンでした。